ディーズで一番バカなのは誰だ、第1回学力テスト。四字熟語の穴埋めをして完成させよう。三方向に以下の言葉を使って短い文を作れ。はい、おっ、オラおく。でも合ってんじゃない。それさ、違う違う。はい、じゃあ続きまして、以下の言葉の尊敬語と謙譲語を答えよ。正解者、ショーだけです。うわね、数学以外もいけるやん。ほんとじゃん。尊敬語がおっしゃる、謙譲語が申し上げる。いや、すごいね。素晴らしいです。大事なね、こういう尊敬語とか謙譲語はね、僕たちもこう勉強、勉強になります。やっと来た。あ、やっとじゃん。ですよね、なんかそこにいて、なんかやだ、うん、めっちゃやだ。超えてるんですもんね、一応。尊敬語と謙譲語だけでここまで来ました。一番だって、本当に重ねてますからね、その人生は。そうですよ。 MC で俺は大丈夫みたいな顔してますけど。はい、じゃあ先生の答え、どうぞ。尊敬語言うしかないです。謙譲語言っちゃってくださいよ。いや、これマジであんの理由。ごめんごめん、これマジで理由あって。その場のノリやん。違う、だから尊敬語は尊敬してる人、尊敬してる人に言うしかないです。言うしかないです、言うしかないです。で、謙譲語ってこう譲るって書くじゃん。だから譲る方だと思って言っちゃってくださいよ。逃げてるよ。星やだな。どっちも逃げてる。言うしかないです、言うしかないです。言っちゃってください、言っちゃってください。尊敬の感じと、もう譲った。恐れてるじゃないですか。自分も逃れちゃってる。何を言うんだと思いました、尊敬が。言っちゃってください。やめてよ、俺のは。はい、続きまして、英語になります。兄弟、リンゴ、仲間、美しい、嫉妬、輝く。6問ですね。はいはい、この6個の日本語を英語で答えてください。ケビンの回答、こちら全部言ってほしいよね。あ、素晴らしい。兄弟、ブラダー、リンゴ、アップル。合ってます。スペルも合ってます。発音いいだろ。うわ、いや、仲間、バディ、美しい、ビューティフォー、嫉妬、ジェラス、輝く、ブライター。素晴らしい、素晴らしい。気づかなかった。そうです。曲名は入ってるんですよ。いや、バディの楽曲です。気づいたんですよ、気づいたんだけど。バディ中さんの優しさですね。そうだと思う、うん、僕たちの楽曲サービス問題やってくれました。ありがとうございます。ありがとうございます。デビンとショーだけ全問正解します。あんた分かってんじゃん。いやいやいや、素晴らしいです。さあ、僕たちは、僕たち不正解おかしいです、これに至っては。おかしいな、これ。え、先生マジで多分できてるとこできてますよね。そう、分かんないところが分かんなかった。あ、まあ見ましょうよ。英語ができなくて、うん、え、I want 先生、嫉妬、I want you 輝く、シャイン。まあ、シャインはシャイン、まあ分かる。I want you、 I want you、 あそこだから、マジで、だから文になっちゃった。ジェラスって言われたら、かけたんだから、スペル絶対。でも出なくて、ジェラスが I want you、 I want you、 その嫉妬よ。あ、わ、あなたが俺の方が好きなのっていう、あなたが欲しいっていう英文じゃないですか。あれも中だから単語じゃないの。そう、責めないでよ。そんなもん中はね、結構嫉妬深いのよ。あー、もん中。なるほど、なるほど。はい、続きまして、社会の問題いきます。たぬきの得意科目、社会です。得意な、あ、ユーモンだ。多分全問正解ですよ。うわ、マジかよ。はい、言った。問い26、次の都道府県の県庁所在地を答えよ。埼玉県と宮城県の県庁所在地。はるきさん、答えどうぞ。素晴らしいです。埼玉市、仙台市、社会得意っていうだけあります。正解です。仙台、宮城なのか。やっぱ得意だから、これぐらいはもう。すごい。え、これ完成したらダメなんだ。もうひらがななんだ。ひらがなです。ひらがな埼玉市で、タクヤの回答、どちら。いや、高橋さん、うわぁ、やらかした。もったいねぇ。いや、でも宮浜市ってどこ。いや、そうだよね。ごめん、下にめっちゃ目いっちゃう。ごめん、漢字はバツだし、その下の方が気になっちゃう。下がやばいわ。下やばい。マジで俺、下やばくね。ほんとに、なにこれ。もう分かんないから、宮で城もあればきっと浜もあるかなっていう。あー、なるほどね。あーじゃないだから。なるほどね。俺もなるほどねって言っちゃった。なんで、なんかでも言いたいことない。いや、分かる。そう、俺も確かに、いや、そういう考えで、もしかしたらのね、感じ。もったいないね、埼玉感じ。うわー、悔しい。これはひらがななんですよ。
そして、私、先生の回答。先生大丈夫か？先生結構あれだもんな。先生結構やっちゃったね。埼玉はね、地元だもんね。さすがにそれはわかるでしょ。ひっと宮城県竜宮城だと思います。竜城県じゃないですよこれ。違う、もう分かんなかった。そう、空気やめてやばいから。違う、だから城っておい、それマジであると思ってんだ竜宮城。違う、ない、違う、ボケ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 やめて、ボケだから。話なんですよ、あの昔のね。違う、ボケマジで捉えちゃう人だ。玉手箱ってないっすよ。ボケたの。亀で海潜れないですよ。違う、全然ボケしたの。物理的にね。ボケたのこれ。開けて白くなんないんですよ。あの、まあ、リッパーって開けないらしいんで、下の方行ったら。あ、そうやね。あるよね、あるよね。違う、そういうことじゃねえんだよ、マジで。やばい、フォローされるの一番やばい。ボケたんだよ、俺は。海ってでかいもん、そう、海でかいから。いや、だから一緒。だから仙台って言われて。もしかしたら。はい、次、問い28。次のイラストの都道府県を答えよう。いや、これ結構わかんない。これだけマジで。これは難しかったね。じゃあ、1個目の都道府県、春樹。こちら、富山県正解です。富山の皆さん、すいませんでした。これ本当に富山の皆さん、今日で覚えました。はい、覚えました。しっかり覚えました、富山県。五箇山行ったことあります。いや、間違えてます。いや、なんかこの地図で場所は分かるんですけど、場所は分かんない。この形で覚えてた。しかもここだけっていうの。なんで春樹分かったの。なんか印象というか、覚えてる。都道府県全部分かる。都道府県全部分かる。すごい、やっぱ全体のここだったら分かったんで。そうこだけだったら、ね、今言ったのよ。そこだけ振り抜かれてとか。今言った言いました。話してました。話聞いてください。ちょっと青森っぽさもない。分かんない。ちょっとこのね、ここですね。そうこれがなかったね。難しい。これがなかった。ショーの回答こちらです。どこ何県。縄。どん縄。縄井。ナワイ。あ、これなんて読みます。ハワイ。はい、あ、ごめんなさい、ちょっと拾えない、難しい。ショウさん、ちょっと説明してください。ごめんなさい、ちょっと拾いきれない。ハワイって都道府県にはないですよ。あれなかったですか。これってボケたんですか。あ、喜んでる。人がボケてくれて喜んでる。自分じゃないから。うわぁ、こいつ。うわぁ、西田君ボケました。わかりやすかったですね。日本に寄せたんだよね、ハワイ。わかるよ、わかるよ、すみません。2問目がこちらのイラストですね。こちら、モーリーさんの回答。モーリーさん、大丈夫、さすがにこれは。さすがにモーリーさん。え、なんで。モーリーさん、モーリーさん、なんと、沖縄県。嬉しい。これ、先に言いますね。モーリーさん、ここだけです。え、ここだけです。正解、ここだけです。何してん。逆にボケだ。それさ、俺楽しめないやん。どの気持ちやったらいいんだってこれ。俺まだ正解あんのかなとか、まだ望みあったの。望みはかけてたの。まだ望みあったのよ。嘘つけ。この先結構むずかった、その感じで。この先が一番簡単だよ。だって人誰でしょうだやつでしょ。一番答えられなかったよ絶対。つまんないそれ。でも嬉しい、合ってんのこれ。合ってます。じゃあ分かる、マジで。0点じゃなくてよかった。てかこれ分かんねえって言うの。じゃあこれやばいよ。これ全問正解。全問正解です、全員。うおー、おめでとう。沖縄行くようじゃないんじゃない。沖縄行きたいね。もうせっかく全問正解だから。これせいやだけカッコ行きたいって書いてありました。あー、わかるよ、早いな。カッコ行きたい。でも抑えような、ちょっとミス抑え、罰になっちゃう。はい、じゃあラストスパート。次の歴史上の人物の名前を答えよ。はいはい。こちらなんと不正解が1人だけでした。逆に9人は正解してます。じゃあ大丈夫だ俺。これ正解が、上からマザー・テレサ、はい、ガンジー、坂本龍馬。うん、まあ、これ1人以外は全員答えられてます。素晴らしい。誰だよ。じゃあ不正解の方、回答いきましょうか。どうぞ、こちら。マッチ売りの少女、亀仙人。亀仙人、朝の洗顔前の人。こちら誰ですかね。失礼だ。モリさん、あなたしかいないんですよ。あのこれあれね、写真であだ名つけろとかじゃないか。モリさん、これあのボケてじゃない。ボケてじゃない。これボケて。日本グランプリしたもんだ。これボケてじゃないっす。これ俺見たこと、下二人とかは見たことあるわ。うん、なんとなく。その上の人は分かんなかったけど、まあ名前も分かんない。本当分かんない。だから何か埋めないといけないっていうのが、もう。無理じゃん、埋めないといけないんだから。いや、あの常識問題なんです、ここは。9人答えだいぶみんなすごいことしてる人たちですよ。ふざけるってあれはなかった。だって俺絶対に住んでたって空欄してるもん。あともう朝の洗顔前にいたってはもう。いや、髪こうやってあげるじゃん。あげてるけど。そこだけ見てるじゃん。
世界一優しい人、亀仙人ってやばいっすよね。亀仙人そう、亀仙人にするんですよ、優しくないみたいな。いや、エロ親父よ、あいつは。亀ハメハ打てるけど、エロ親父だよ。さあ、続きまして、次の人物が何をした人か簡潔に答えよ。この方、有名ですね、はい、この方が何をしたか、聖夜の回答こちらです。ウォルト・ディズニーさん。え、はい、ダメじゃない。何をしたか書いてない。罰じゃね。何をしてないか。あ、そっか。名前罰じゃない。罰じゃない。これ丸じゃないっすよね。何をしたか。で、だってウォルト・ディズニーさんって出てる時点で、まあ、ディズニーを作った人って分かってる、はい、じゃあそのレベルってことを逆にみんなが、うん、そのレベルで。せいやがこれで丸なんで、そのレベルです。シュートさんこちらです。なんて書いてる。生きた自分を信じて。合ってんじゃん。でも、まあ、何をしてんじゃん。の何かして生きてるやん、みんな人は。ダメですか。自分を信じてやめなさい。自分を信じて生きた結果、こうディズニーという素敵な国を。あれディズニーしてたんだ。嘘つけ。嘘つけした。あれっていうことを言いたかったんです僕は。書き忘れた。書き忘れた。これで伝わると思ってたかちゃんとね。なんかこれで伝わらないんだっていう。やめろ。ダメですね。すいません。間違えちゃいます。ブブーです。はい、次フミヤ。本当に分かんなかった。もうダメです。フミヤさん。たくさんの人をまとめた。なんでだよ。何でだよ。何を。なんかそう偉い人。なんか偉い人なのかなと思って。何をどうしたんで。なんかもっと詳しく書いてほしかった。ここまで。多分ウォルト・ディズニーを指揮者指揮ったんだろうね。指揮官みたいな。まあまあね。作るにあたって指揮官。またフミヤもちょっとこれでわかるんじゃないかと。これで伝わんないのか。やめろ二人ともそのスタンス。次ハルキさんです。ハルキさん大丈夫。ハルキさん本当に。なんて書いてある。鉄道を作った。鉄道を作った。でも鉄道めっちゃ好きだよ俺。え、そうなんだ。え、そうなんだ。なんかもっとだからそうだよね。全然知らなくて独断と偏見で。もうなんか鉄道を作ってるんじゃねえかっていう。でも鉄道を作ってる人っていうのは分かってたから結局ウォルト・ディズニーその後作ったやってる。そのスタッフ3人ともだから分かんないんだって感じじゃない。ハルキ君からハルキからしたら逆に鉄道を作ってた人っていうのも知らないんですか。ハルキからしたらそれは作ってないから。自分の家にちゃんと煽った方がいいよ。鉄道を作った人を家に作ってるらしいです。作ってる作ってる。ハルキさんブブです。スタンス間違えないでください。伝わると思わないでください。次の人物が何をしたか、何をした人か簡潔に答えよ。ラスト2問です。正解者は1人だけいました。優秀な正解者、ユーマです。ユーリー・ガガーリン。初めて宇宙に行った。まあ地球は青かったっていうね。それか、そういうことか。初めて行った人がそうやって言った。そしてフミヤさん、モデルっぽいな。何をした人だ。ガガーリンがすごいなんかモデルっぽい、モデルっぽい名前だと。モデルで世界的に活躍、パリコレみたいな。本当ね、一番すごい買ったみたいなね、モデルの原点みたいな。みたいな。あー、違います。分かるよ、でもなんか分かるな。モリピー、はい。遊戯王で召喚された人、バイタリティちゃうぞお前。さっきのなんかいるよね、マジック、ブラックマジシャンみたいな、なんかそういう。分かる。ガガ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 マジシャン。ガガガマジシャンだ。ガガガガマジシャン。ゴギガガガヒコとかね。そう。ゴギガガガヒコ刺されよ。懐かしい。俺ら世代。懐かしい。はい、違います。遊戯王じゃないです。タクヤ、ユリガガリン。伝説の音楽家。どんなだよ。伝説の音楽家。わかるよ。わかるわかる。モーツァルトバッハ的なね。マジなんか雰囲気芸術的に飛んでそうだから。アーティストっぽいよ。ガガーリン。わかるわかる。わかるんだよ。そうだから。わかるんだよな、でも。わかってくれるの嬉しい。せいや。フランスパン。フランスパンをいかに長く作った人。どういうこと。あの長さまで作ったのはギネス記録。ギネス記録ね。フランスパンのギネス記録はユーリー・ガガーリン。え、待って、これ一応聞いて。一応どの長さ。違う違う、想像ではどんぐらいなの。想像ではこの両ここのよりちょいちょいって大きくない。そんな大きくね。全ての問題正解発表終わりました。はい、ひどかったですね。でもまあちゃんと常識ある正解者もいました。良かったです、バディーズ。だまあ、おのおのが合ってておのおのが間違ってるから、こうみんなでこうカバーしてこい、カバーしてこい、分からないとこは分かる人が助けようっていう。結局でもまあこうやったじゃないですか。点数が、ね、そうです。この後全てですよね。こっからは点数ランキングの発表をしたいと思います。はい、ちゃんと10位から1位まで
もうやだやだやだ、うわー、やだ、マジでやだ、マジでやだ、これどうなんだろうな。あんたはゼロ、もう最下位よ。これさ、結構まずいよね。1位79点高っ、高っ、高っ、西田翔。おお、いやー、さすが、いや、納得だわ、ナチ西田、私ですわ、うわ、すごい、西田、頭いいんだな、悔しいな。さあ、もう、拓也と春樹はもう悔しがってください。いやもうやばい、ちょっと待って、そろそろ来てくれ、頼むわ。続きまして、せめて第2位77点、おお、ケビニャン。うわぁ、ありがとうございます。お名前が間違っておりますが、ケビニャン、悔しい、優秀だわ、もっと行きたかったね。いいね、お二人、2人やっぱ優秀で、ね、やだ、なんかこう成績上位だけの会話みたい。もっと行けたわみたいな、あるね、あるね、あった、悔しい。いや、でもね、上位は基本的に接戦ですね、ここ。第3位75点、え、待って、接戦してます。開かないか、接戦だ、岩尾春樹。うわー、ここで来た、さすが、だから基本的な問題は解けてました、春樹は。ちょっと右のやつが嬉しい、点数多分嬉しい、この春樹の右の人がもう。さあ次、第4位です。4位、ちょっとグッと下がります、65点。いや、まあでも高いよ、拓也。うわー、ここ並ぶんだ、ここじゃん、もうここやん。さあ半分いきますよ、第5位、やだやだやだ、第5位、またグッと下がります、51点、野瀬ゆうま。中間ですね、ここ5位です。マジかよ、半分は取ってたかったな。第5位並んでます、51点、高尾文は一緒です。おー、文也とゆうまが第5位、良くないわ、良かった、良くないか、もっと上であってほしい。なんで次がもう第7位になりますね。5位が同列なんで、次7位です、50点切りました、49点。お、第7位、森シュート。えい、森シュートー、ヒヤッとしてみましょう、俺かと思って、しないしない、しない。まあまあ、やっぱ意外とね、意外と答えれるんですよ。先生まだ呼ばれ、先生、いや、それ僕呼んであげようか、ちょっとな、昔すぎたな、問題が。第8位、48点。お、接戦です、ここら辺。小川みのり、ありがとうございます。すごい、すごい、すごいね。48点取れました。やりましたね。ありがとうございます。そこは接戦でした、やっぱ。今、すごいねって言ったのに、今、言われてない人たち。綺麗に。すごくないね、全然。はい、第9位。45点。え、行くの？なんで接戦です、ここ。789、接戦です。森さん、座ってもらっていいですか？森さん、もう、ここは、ここいらないです。森さん、ここの、初めてですよ、ドキドキないの。第10位でドキドキないの初めてです。第9位、45点、岡本誠也。おや、おい、まあ、ノーベンだったんだね。いや、みんな、みんな、わかるよ、わかるよ、ノーベンだよ、素晴らしい。もうちょっと勉強してきたんだよな。そうだよ、みんな、ここまでは50点近くみんな取れてました、半分以上。第10位、何点ですか、森秀俊。点数、はい、沖縄県の3点のみです。沖縄の人喜んでください、たくさん喜んでください、沖縄の方。実言うと、俺テスト、本当に中学高校は0点で、取れても、本当、記号問題がたまたまってて、1、2点。あの1個3点の問題ってあんまないじゃん。そうね。だから、うん、嬉しい。3点でも俺的には本当に、だってこれ俺、親に見せたら褒められますよ。俺、見せる、親にこうやって。でかい、でかい第一歩で。3点取ったって、言います。よかったですね。0点から3点でかいです。まして、これちゃんとみんな持って帰って、もう勉強してください。復習して、復習してまた第1回やりましたから、これまたいつか第2回第3回続いていきますので、ちょっと難しいぐらいが熱くなれるから。うん、俺でも3点取れちゃう問題があるから。そうね、もうちょっと難しいのやろうか。うん、あの数学の問題作ってください。え、マジでやだ、本当にやだ。ゆりじゃあ音楽の問題作ろうよ。じゃあさ、学活、学活の問題、学活の問題、学活の問題だよ。体力テストも優勝もらって。いや、本当にやだ。いや、マジでやろう。全員の得意なやつ全部やるやつ。まあ、じゃあこれを機にみんなちゃんと勉強していきましょう。はい、以上、僕たちがバディーズでした。バイバイ。召喚。I promise to love you. Baby, I'm falling for you. もしおんなじ気持ちのね。